皆さん、はい、もうこんにちはですね。はい、こんにちは。はい、はい、はい、お待たせしておりまして申し訳ございません。はい、お待たせしました。すごい人なんですね。ね、すごいです。そうなんです。あら、はい、YouTube はちょっと繋がっておりませんね。では、はい、インスタの方が繋がってる。インスタグラム、あ、はい、来ました。インスタの皆さんもこんにちは。はい、今熱田神宮にいるんですよね。そうです。すごい人ですね。そうです。なんかお祭りでもあるんですかね。メンカーな感じの賑わいですね。はい、ね、はい、はい、名古屋2日目でございま す, す、はい、今スピリチュアルジャーニーのまさに途中です。そうです。はい、タイトルコールか。はい、タイトルコールいきますよ。はい、私が並木義和スピリチュアルジャーニーボリューム19インと言いましたら、皆様名古屋って言ってくださいね。はい、はい、よろしくお願いいたします。並木義和スピリチュアルジャーニーボリューム19 in 名古屋。はい、わーい、はい、はい、どうでしょう、先生は何回目ですか。多分ね、少なくとも 4,5 回来てる気がします。うん、4,5 回。はい、そうですか。もしかしたらもっと来てるかもしれないです。うーん、はい、素敵な神社ということですが、はい、どんなエネルギーですか。うん、切り替えるとかね、断ち切るとか、そういうエネルギーの方が強いんです。はい、なのでこう、ね、まあ、今回のテーマの中にもありますけど、リセットするとか、ね、うん、なんかこうリスタートするとか、うん、そういうふうなことをしたいなっていう人、うん、そういうことを思っている人っていうのは、あの、とてもいいんじゃないかなと思います。うん、はい、そして、あの、うん、先生とね、うん、私たちはずっと旅をしてきた中で、はい、やはり空海と行くところで、はい、あの、先々でね、巡り合うんですけれども、うん、はい、先生の後ろに見えているのが、うん、あのね、大きな木がね、そうですね、空海の光の木ですね。はい、クスノキですね。はい、そうですね、はい、はい、ね、うん、もしかしたらこれをご縁に空海も意識を寄せてくれるかな。うーん、どうかなちょっとうーんっていう、わかんないですけどね。はい、はい、はい、ね、ええ、そして、うん、今日ね、ワークの内容にするのは、はい、まあ、昨日時を超えましたけれども、うん、私たちがこれから設定した先々に向かっていくための強烈なワークをします。はい、そうですね、あの、まあ、設定したっていうのは、その自分が生まれてくる前に決めてるんですよ。最高の人生を作るんですよね。はい、うん、そして、はい、このある程度のミッションを達したら、うん、次のまたゲームが始まるということですよね。そうですね、新しいステージ、新しいゲームボードが展開するんですかね。うん、はい、そこについてね、また今日スピリットガイドの話を決めながら皆さんと学び、例えばあのバージョンアップをね、はい、するようにね、うん、私たちも今日のワークショップで次に備える設備というのかね、はい、そういうこうものを持っていきたいなと思っています。だから本当にこれからのその自分の人生の展開にやっぱりスピリットガイドたちの存在っていうのが必要になるんですよね。で、そのガイドたちとの、まあ、なんて言うのかな、引き合わせと言ったらいいのか、強化という表現がいいのかですかね。はい、うん、うん、そうするとやっぱりこう準備万端でこう活性化して生き生きと軽やかにパワフルに進んでいくんですね。はい、うん、そうですね、うん、途中からご参加なさった方、はい、熱田神宮です。そうです、熱田神宮、はい、はい、午前中に行けばよかったな、会いたかったな。あら、まあ、ありがとうございます。はい、はい、そしてあの、はい、ね、今回のテーマですけども、時代を超えて、また歴史はあの繰り返して繰り返しながらも上昇していくわけ。スパイダーですね、ね、あの鎖国から、うん、海外に、世界にオープンになったように、はい、今、地球意識から宇宙にオープンに。そうです、そうです。まさに本当、地球意識から宇宙意識シフトしていく
この地球なんですよね、言い方を変えると。はい、今日はしっかりとそこも学んでいきます。もしピンときた方がいらっしゃったら、あのトリニティショップをご覧ください。地球意識から宇宙意識に上がっていくときって、こう、これもよく話していることなんですけど、延長線上にはないんですよ、宇宙意識。実は地球意識の延長線上が宇宙意識ではないので、だから、ね、この間をどう超えるかってすごく大事なんですけど、難しいって人によっては感じるかもしれないポイントになるんですね。はい、うん、そうですね、はい、視点をもう、あの、本当に全く変えて、はい、はい、カリフォルニアから見てくださってる方、はい、はい、1時から始まります。はい、はい、受け付けていると思いますので、はい、あ、嬉しい、はい、はい、こちらこそ嬉しいです。ではまた後ほど。